コンピューターのプログラムって今人工知能がもうチャット GPT やってくれますよね。この辺それからに保険の営業、保険理事、日生のおばちゃん自転車で、はい、自転車で回るのはロボット、いやロボットもいらなくて、インターネットでその人の情報を全部入れたり、あるいは体型とか全部写真撮影したら、その人のプライベートの情報に全部つながって、その人の年齢、体重、過去の病歴からだいたいいくつぐらいで亡くなるっていう平均値が出て、それに応じた保険額がいくらっていうのを算定されてしまうということも確実に起こります。もう今実際に、そういう計算をやって営業してるわけですからね。この営業マン自体がいらなくなるんですよ。今実際にいくつかのウェブ上だけの保険の会社ができてきてますので、あればっかりになってしまうんで、保険の営業マンなくなるんじゃないですかね。それから物流業者、卸業者、これも全部、トラックも自動になるし、トラックの荷物の上げ下ろしも自動になる。